全国のハンドドリップ好きの皆さん、こんにちは。コーヒー塾塾長のトメです。今回なんですけれども、こちらハリオの通常ペーパーと、こちら不織布のペーパー、これを比較していきたいと思います。多分皆さん、このハリオの普通のペーパーは使ったことありますよね。今回紹介するのはこの不織布のペーパー、台湾限定らしいです。台湾のハリオさんで売ってるんですけど、日本のハリオカフェのオンラインショップでも買えるんですよね。で、今回そのオンラインで買わせていただきました。まあ、箱もしっかり日本語対応されてるというやつなんですけれども、この2つを実際に抽出してみて、今回は検証していこうと思います。不織布って言ったら、マスク？まあ、日常的なところってそうやな。が分かりやすいか。の素材らしいんですけど、通常のペーパーよりも繊維も粗めらしいんで、オイルも出やすいらしいんですよね。なんで多分味わいめちゃくちゃ変わると思います。本当に僕も使うのは初めてなんで、もう早速開封して使ってみようと思います。それでは早速、行きましょう。さあ、それではこのハリオの不織布のペーパーと普通のペーパー比較していきましょう。通常のペーパーはこちらですね。よく見るパッケージですが、最近はなんか新しいパッケージに変わったそうです。パッケージによって若干性能が違うのかもしれないですけど、まあ、そういう細かい違いを今回置いておいて、こちらの不織布のペーパーと比較していきたいと思います。まずパッケージのところ、ハリオ V60 不織布フィルターで、裏面見ていくと、こういう風に日本語でしっかりと説明書きが書かれてますね。一応この不織布フィルターの特徴が書かれているので読んでおきます。食品用不織布性、抜群の浸透性、旨味と香りをじっくり抽出でき、極上のコーヒーを生み出しますと。コーヒーオイルを感じる深みのある味わいが特徴です。耐熱性100度、 SGS 検査合格証明を獲得し、ご安心いただけますということですね。ちゃんと食品用として作られているので、体に害のないもので作られているみたいですね。じゃあ早速開けてみましょう。よいしょ。はい、こんな感じの袋になってます。ジップ付きですね。いいで、1枚取り出してみましょう。よいしょ。はい、どうでしょうか。このテカリ見えますか。中はこんな感じですね。触った感じ全く違う。あ、そうなの。全然違うね。普通のはこれですよ。色も若干薄い感じ。うん、全然違うでしょ。触った感じはなんか薄い、まず、まあ、しっかりオイル抜けそうだなっていう感じなんですけど、マスクっぽい質感でもないかなっていう。表現が難しいんですけど、ツルツルでもない。内面はちょっとザラつきが若干あって、外の方がややツルツルって感じ。でもそんなめっちゃ滑りいいわけでもないっていう感じ。匂いどうでしょう。あ、匂いはマスク、めっちゃマスクっぽい匂いがします通常のペーパーも折り目のところがついてるんですけど、この不織布のペーパー、ここの折り目をこう折るとピロンってなっちゃうんですよね。ちょっと折りにくい。あ、戻っちゃうね。そう、折り目がつきにくいんですよね。実際にセットしてみたんですけど、なんかこうなっちゃう。これリンスした時にどうなるかですよね。まあ、なのでこれの匂いあるない問題もありますけど、それとは別でちゃんとした抽出するのにリンスは絶対いると思います。なかなかドリップだと条件を合わせて抽出するの難しいんですけど、レシピ自体は同じで、抽出が早すぎる場合はタイムだけ変更させていただこうかなと思います。それでは抽出していきましょう。はい、それでは抽出していきましょう。ペーパーに今ずっと折り目をつけてたんですけど、限界でこんな感じです。結構ついたでしょ。爪でこうギーってやってたんですけどこんなもんまではいけます。はい、しっかり多分つけていただいた方がいいですね。ここが原因で多分浮いてくると思うんで。あ、なるほどね。破れにくいかも。破れにくさは若干あるのかな。さあどうだ。よいしょ。あ、結構綺麗にできたんちゃう。じゃあリンスしていきましょうか。いくよ。あ、ちょっと押さえててよかったな。ちょっと待ってや。お湯かけるとキュンってなっちゃうか。あ、でも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 大丈夫大丈夫。折り目のところがピタッとなりにくいですね。だいぶ馴染んだんじゃない。まあこんなもんでしょう。普通のペーパーとそこまで変わらないですが、ちょっと多めにリンスしてあげた方がいいかもしれない。若干なんかこう弾いてる感じがある気もする。だからペーパー自体に染み込む液体としては少ないんじゃない。抜けるのは早そうだけど、ペーパーに吸い取られる成分が少なそう。ああ、そういうことか。だからコーヒーの持っているオイルとかコーヒーの成分っていうのがダイレクトに出てくれやすいのかなと思います。じゃあ今日は熟長式 16.5g 中挽きに引かせていただきます。やや浅煎りのブラジルのコーヒーで入れていこうと思います。総湯量は 230g。 抽出を4回に分けていくんですけど、落ちるのが早いので若干じっくりめに注いでみようかなと思います。中温度は94度で抽出していきます。
では、いきます。はい、まあ、まだわかんないですけど、やや早い気もする。パタ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 パーの速度が速い気がする。ややここのピタッと感がなくなってきたな。なるほど、粉の重さと液体の重量でペーパーが下に滑り込みやすいんです。なんでギュッてなっちゃう、うん、普通のペーパーだとあんまそうならないんですけど。3分。さあ、それでは抽出を終えましたので飲み比べしていこうと思います。まずは普通の方いきましょうか。はい、食べていきましょう。サル、うん、うまいっすね。今回やや浅いりのブラジルだったんですけど、普通のペーパーでもやや時間がかかったレシピになってます。続きまして、この不織布フィルターで入れた方飲んでいきましょう。全然違いますね、うん、液体の見た目としてはややオイルが、うん、少し出てるかなぐらいの感じですね。まあでもステンレスフィルターとかで入れるほどまで出てない。フレンチプレスなんてそこまで全然いかない。オイル分で言うとフレンチプレス、ステンレスフィルター、これみたいな、うんうん、それぐらいの感じです。普通のペーパーの方はもっとスッキリした感じでも、味の輪郭をしっかり強調してるのは普通のペーパー。不織布フィルターはなんか成分をカットしてるような感じがある。ああ、なるほどね。なんだろう、アフターがちょっと短くないか。あと口の甘さとかフレーバーの持続性っていうのが普通のフィルターの方があるような気もする。ちょっと入れ方が変わってしまったんで、まあ、それもあると思うんですけど、うまくシュッといい意味でも悪い意味でもカットしてるような感覚はあります。ただオイル分はしっかり出てるんで、ボディ感も割と出てるし。僕の印象言っていいですか。はい、僕の印象は塾長言うように普通のペーパーの方はしっかり成分が出てる感じがする。濃いね、うん、で不織布の方はとろみがついたイメージ。ただ成分自体は普通のペーパーの方が感じる。オイル感がとろみを作ってるかもしれないね。あ、なるほどね。いや、まあとろみっていうとちょっとややこしくなるんですけど、ボディはこっちの方があるんですよ。ねっとりとろみだけがついてるというよりはすっきりしててとろみがある。これ難しいんですけど、表面的なこうとろみ、オイル感でのとろみ、液体自体の質感がどっちが出てるかっていうと多分こっちの方が出てるんですよ。なるほど。すっきりはしてるでしょ。うん、してるしてる。こっちの、まあでも思った以上にちゃんと出てました。なんかもっと遮断されるんかなと思ったんですよ。はいはい
な、遮断っていう言い方もな、難しいんですよね。オイルもしっかり出てるし、ある意味しっかり出るんですけど、若干ネルに似てるような感じなんかな。オイル分はしっかり出るんだけど、その分こうとろみがついたような感じするんですけど、割とスッキリしてるみたいな。まあ、ネルの方がおそらくもっと今言った特徴っていうのが出やすいと思うんですけど、ペーパーとネルの間ぐらいの感じのイメージを持っていただければいいかなと思います。多分フレンチプレスのオイルが苦手やねんって方でも、このオイル感って多分気にならないと思うんですよね。でステンレスフィルターみたいに微粉感とかは出ないですし、オイルだけがしっかり出てくれるっていう感じのイメージかな。ほんと今回初めて使ったんで、ポテンシャルを分かりきってないんですけど、結構いろいろ試してみる価値はあるかなと思います。なんか個人的にはエチオピアのすっきりしたフルーティーなやつをそっちで入れてとろみつけたいなっていう、ああちょっと試してみたいですね。ありですね。オイル感が出ると甘さが増すようなコーヒーとかだと結構合うんじゃない。それこそエチオピアとか、うん、ナチュラルなコーヒーとかね、いいっすよね。アナヤロとか、お割とそれもありかもしれない。そう考えたら面白いペーパーではあると。面白いですね。もうほんと全く別のものなんで、同じ条件で比較検証するのがとても難しい。これからいろいろ使い込んでみないとわからないところではあるんですけど、今後も時々これ使わせていただこうと思いますので、新しいことにまた気づきましたら動画出させていただこうと思います。ちなみに今日の豆だったら熟長的にはどちらの方が合いましたか？むずいっすね。まあこっちかな。はい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 、通常のペーパー通常かな。まあレシピが違うんですよ、そもそも、うん、今回のレシピで美味しく入るペーパーじゃないんですよっていう感じで思っていただいた方がいいですね。確かに。こんな感じで検証してみましたので、気になる方はぜひ概要欄の方からこちらのペーパーチェックしてみてください。この動画がいいねと思っていただいた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コーヒー塾のコーヒー屋さん、熟しコーヒーロースターズのオンラインストアではスペシャリティコーヒー豆を販売中です。塾長が認めた品質の豆だけを新鮮な状態でお届けいたします。詳しくは概要欄から。コーヒー好き集まる LINE のオープンチャットも運営しております。コーヒーの情報を発信する Instagram、Twitter なども概要欄にございますので、ぜひご覧ください。それでは、本日の動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。